この時間は映画評論家町山智博さんのアメリカ流れ物、ご自宅のあるカリフォルニア州バークレーからのご出演です。もしもし町山さん。もしもし。はい、町山です。よろしくお願いします。お願いします。どうも。もうね、アメリカ今ワクチンが毎日250万以上、なんかどんどん加速してますね。はい、どんどん加速してます。はい、だからもうアカデミー賞もですね、僕すごく心配だったんですけど、はい、ちゃんと会場でやることになりましたね。ですってね。はい、ただ 50% にしなきゃなんないんで、うん、2つの会場を借りて同時にやるっていう感じになりました。はい、でちゃんとあのレッドカーペットでドレス着てっていうのもやるそうです。へー、そうですか。はい、エンタメが徐々に、ね、復活してくる感じが。そうなんですよ、うん。でね、アカデミー賞のノミネート作品が発表されたんですが、先週、はいはい、この玉結びで紹介した映画がかなり入ってます。はいはい、ノマドランド、うん、ミナリ、うん、シカゴセブン裁判、うん、はい、そういった作品が、ずらっと並んでるんですけれども、うん、今日はですね、このアカデミー賞ノミネートされた作品の中からですね、3本、アメリカの黒人ですね、その、アフリカ系アメリカ人の、歴史的な実話を描いた3本の映画をちょっとまとめて紹介したいんですよ。はい。というのはね、これね、3本実際にあった話なんですけど、それをある順番で見ていくと現在につながっていく映画になってるんですね。うん、バラバラに作られてるんですけど、一つの歴史的文脈があるので、それに従ってちょっと話をしたいんですね。はい。はい。で、まず最初は1920年代を舞台にした映画で、うん、マー・レイニーのブラックボトムという映画です。はい。はい。これはですね、1927年が舞台なんですけども、うん、この頃まだ黒人の音楽を白人が聴いてなかった時代の話です。はい。で、マー・レイニーという人は実在の人物なんです。うん、はい。で、ブルースの母と言われている人なんですね、うん。はい。で、この頃のブルースというのは黒人しか聴いてなくて、うん、で、まあ、南部の方の、今かかってるかな？はい、かかってますね。はい、うん。薄く、はい。うん。あ、はいはい、これですね。はい、これね、ブラックボトムってのはどういう意味かっていうと、うん、2つ意味があるんですけど、あるシカゴのある地域の名前で、そこで始まったダンスの形でもあるんですけど、もう1つは黒いお尻って意味なんですね。うん、はい。で、まあ、黒人の女性のシンガーとダンサーがお尻をプリプリさせながら踊るんですけど、うん、はい、うん、で、この頃はまだその南部の貧しい黒人たちが住んでいるところを回って、テントで回ってそれを見せるという形で、うん、しかブルースというのはまだ聞かれていなかった時代なんですよ。うん、はい。で、まあ、このレコーディングをするってことなんで、レコードがね、だんだん売れてきたんで、はい、で、この頃、レースレコードといって、黒人相手だけに売るレコードを白人が作ってたんですよ。そうだったな。うん。お金を稼ごうとして。うん、で、そのレコーディングをした一日の話なんですね、このマー・レイニーさん。うん、はい、うん。で、これ、アカデミー賞はですね、主演女優賞候補に上がってます。はい。で、ビオラ・デイビスさんって人、この人ね、もうアカデミー賞2つ取ってるんで、はい。ヘルプ、心がつなぐストーリーで主演女優賞で、フェンスで助演女優賞というもう大ベテランなんですけど、うん、彼女はこのマーレイニーというブルースの母をですね、うん、巨体の人なんで、うん、特殊メイクで、体重増やして出ます。はい。で、ただこの映画はですね、うん、マーレイニーという人がタイトルになってるんで、その人が主役かと思っちゃうんですけど、はい、実は本当の主役は違うんですよ。うん、このレコーディングに参加するこのバンドのメンバーのトランペッターが主役なんですね、実際は。で、そのトランペッターを演じるのはチャドウィック・ボースパンっていう俳優さんで、うん、この人はあの、マーベルヒーローのブラックパンサーの王子様を演じてた人です。ああ、亡くなった方ですよね。亡くなった方です、この間、ガンで。ね、はい。で、この方のチャドウィック・ボースマンの遺作になるんですね、このマー・レイニーのブラックボトムは。そうなんだ。うん、はい。で、彼もアカデミー主演男優賞候補に上がってます。はい。で、多分取ると言われてます。あ、そう。大本命です。はい。というのはね、ものすごい演技なんですよ。うん、
この彼が、うん、っていうのはさっき今聞いて分かったと思うんですけど、すごくブルースと言いながら、うん、ゆっくりじゃないですか。ちょっと牧歌的な感じしましたね。牧歌的ですよね、うんうん、それにもっとガンガンリズムを入れていこうよっていう人なんですよ、このトランペッターは。でブルースにリズムを入れると何になるかっていうと、うん、リズム&ブルース R&B って言われるんです。でそのことを言い出した男として出てくるんですね。実際にないんですけども、うん、はい。で、どうしてそんなことをするんだって言うと、それでノリノリになれば白人にも売れるじゃないかって言うんですね。だから一気にものすごい、黒人というのは人口が 12% しかいないんで、うん、白人に売れたらものすごいセールスになるだろうって言うんですよ。うんうん、でそう言うと、マーレーニーさんは、私の歌っていうのは、ブルースっていうのは黒人の悲しみとか、そのもう辛さとかそういったことから出てきてるから、うん、それを白人向けのノリノリの音楽にはしたくないよって言われちゃうんですよ。あ、音楽的方向性が違うと、ね、違うんですよ、うん、でそういう黒人の魂を売れないって言われると、そのトランペッターが、いやそんなこと分かってると、うん、俺は母親を白人にレイプされて、父親を白人に殺されて、うん、で自分も白人に認知されたんだと、うん、で俺が白人に音楽を売るっていうのは復讐のためなんだって言うんですよ。それで売れて大成功したいんだと言うんですけども、その二人の対立を描いているのがこのマーレーニーのブラックボトムなんですね。はい。でこれがその次に紹介する映画につながってくるんですよ、実は、うんうんうん、その次に紹介する映画はですね、あ、そうだ、マーレーニーのブラックボトムという映画はもうすでにネットフリックスで配信中で見れます、日本でも。そうですか、はい、はいはい、でその次の映画というのはですね、あの夜マイアミでという映画なんですね、はい、これもアマゾンプライムで日本でもう見れます。はい、これはそのマレーニーから37年後の、1964年の2月25日の1日を描いた映画なんですよ。あ、そんなピンポイントなんですね。ピンポイントなんです、うん、この一体何があったかというと、後にモハメド・アリという名前になるですね、ボクサーのカシアス・クレイが、うん、世界チャンピオンになった日なんですよ。はぁ、うん、はい。で、その時マイアミで試合があって世界チャンピオンになった後、みんなで打ち上げをした時の話なんですね。へぇ、はい、うん、で、これ実話なんですけども、そこにモハメド・アリ、後にモハメド・アリに改名するんですが、はいはい、の友達が3人来てたんですね、うん、その3人というのは、1人はマルコム・Xという人です。あ、はい、黒人解放運動の、はい、うん、そうです、はい、黒人解放運動家のマルコム・Xが来ていて、うん、で彼はブラック・ムスリムという、まあ、黒人解放を、まあ、主張するイスラム系の団体の精神的なリーダーで、うん、アジテーターで、うん、それでモハメド・アリという名前にカシアス・クレイを変えさせようとしてるんです、この時、うん、はい、うん、で他に集まったのはサム・クックという、歌手なんです、はい、あ、今かかってます。はい、これサム・クックという人の、ワンダフルワールドという歌なんですけど、うんうん、サム・クックはですね、ミスター・ソウルって言われてたんですよ、うんうん、あのさっきブルースの話をした時に黒人のソウルは売れないって言ってたんですけど、はい、彼は売って大成功してるんですよ、うん、で白人にも売れてっていうか、もう全世界で売れて、うん、人種を超えてその黒人の音楽を、うん、まあ、大ヒットさせてる人なんですね。そうか、もう37年後にはそうなってる。繋がってくるんですよ、うん、前の映画から、うん、はい、で、ただ彼は、まあ、今聴いた曲はワンダフルワールドっていうのは、この、まあ、世界は素晴らしいっていう非常にポジティブな歌を歌ってて、うん、あのブルースの悲しみとか、その、まあ、黒人の、まあ、差別されてきた歴史とかはその中にあんまり出してなかったんですね、うん、はい。で、もう一人大物が出てくるんですが、その人はジム・ブラウンという人です、はいはい、うん、この人は NFL のスーパースターなんですよ、うん、フットボールの、うん、で次々と記録を破ってですね、やはりその、白人にとってのもスターになったんですね、当時、はいはい、でこの、まあ、なんていうか人種を超えたスーパースターが一箇所に集まって何をしたかは
謎なんですよ実は。わからないんですよ、ホテルの部屋にいたので、うんうん、それを想像して、物語にしたのがあの夜マイアミでというこの映画なんですね。はい、うん、で、会話がですね、まあこういう会話なんですよ。マルコム X がこう言うんですよ。君たちはスーパースターで、ね、白人どころか世界中の人がみんな君たちのファンだと、うん、だったらその力を黒人の平等のために使ってくれないかって言うんですよ、うんうん、ね、でこのカシアス・クレイ君はイスラム教に入って、でこれから私のためにいろいろやってくれるんだと、うん、で彼みたいなスーパースターがなんか言ったらね、差別はいけないとか言ったらそれはみんなに響くだろうと、うん、世界中に届くだろうと、それは影響力ありますもん ね、うん、そうなんですよ、うん、君たちもやってくれないかねって言うんですよ、うん、ほうほう、でそのサム・クックに対してですね、そういうことを言うとサム・クックはいや俺はそういうことをやることによってそのまあ聞き手が限られちゃうから、うん、ね、うん、だから今これだけ売れてるんだからみたいなことを言って、いいじゃないかみたいなことを言うんですよ、うん、でこの辺は想像の会話なんですけれども、うん、でそれに対してマルコム X は今はそういう時代じゃないんだと、これからは政治的なことを歌うことが大ヒットにつながってくるんだよっていうふうに言うんですよ、うん、でこれは確かにその通りで、もうビートルズが出てきてる時代ですから、でボブ・ディランも出てきてみんなガンガン政治的なことを歌い出す頃なんですね、うん、だからそれを歌っても全然大ヒットにつながるからっていうふうなことを言って説得すると、うん、で今度はジム・ブラウンに対して、その君もね、そのフットボールっていうのは一生懸命頑張っても結局オーナーはみんな白人で、その頃白人ばっかりなんですよオーナーが、うん、で白人のために働かされる奴隷と同じだねみたいな話をするんですけど、うん、だから白人と戦えないかっていうと、ジム・ブラウンはいやー俺女だったら白人でもいいからなとか言うんですよ。あらまんまだ。このジム・ブラウンって人は女好きでめちゃくちゃ有名な人なんですね。あ、そう、実際に、うん、はい、でいろんなトラブルも起こしてる人なんですけど、うん、あんまりノリが良くないんですよ、うん、で、まあ、マルコム X が焦っていくという話なんですけど、これは背景がですね1964年という時代なんですが、はい、この頃その、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師が、はい、その南部における人種差別、人種隔離と、うん、南部における黒人の、まあ、選挙権が剥奪されている状態を、うん、まあ、改善しようとして戦ってた真っ最中の、そのまさにその時の年なんですよ1964年っていうのは。あ、うんうん、はい、前に玉結びでも紹介したかもしれないんですけれども、まあ、その後ですね、この、マイアミの夜の後、キング牧師はその行進をしてですね、うん、血だらけになりながら、うん、まあ、選挙権を、まあ、勝ち取るんですけどもね、うん、でそれところがそのルーサー・キング牧師はもう殴られても蹴られても絶対無抵抗を貫いたんですね、うん、無抵抗と非暴力だったんですけれども、うん、マルコム X はね、もうこの人ね、あの、短気だったというかですね、うん、もう我慢できないと、うん、これだけ殴られたり蹴られたりしてて、なんで耐えなきゃいけないんだと。まあそういう心理になるよな。うん、ねえ、うん、だから平等達成するためだったら、どんな手段でも取ろうじゃないかって言い始めて。ちょっと過激になってきた。うん。はい。いざとなったら武器でも持つしかないんじゃないかと。うん。いうようなことを言い始めてる頃なんですね。おう。で、ただ君たちはスポーツっていう武器があるだろう。音楽っていう武器があるだろうと。うん。ねえ、それを、黒人のために使ってくれよっていう一夜の話なんですよ。でもこれ、はい、いやすごくね重要なその日だったんだっていうの、うん、またこれだけの人が集まってっていうの分かるんですけど、映画としては、はいはい、この一夜だけをこう映画にしていくって、はい、これ難しくないですか？一夜だけなんで、うん、あのこれもともと舞台劇なんですよ。あ、なるほど。はい、でさっきのマレーニーも実は舞台劇でレコーディングした日だけを、うん、あのの映画なんですね。はい、はい、だからまあそれはあのお芝居になってるんで、うん、まあ、見れるんですけども、ね、はい、ただやっぱりねそういった背景がわからないと、うん、なんでこんなに焦ってるんだってのはわからないんですよ、うん、でマルコム X が一つ焦ってるのは、実はその彼が入ってたブラックムスリムという団体のリーダーが、少女たちを妊娠させてることを知ってしまって、うん、そう、だから、まあ、一夫多妻みたいなことをやってたんですね。うん、
それでこいつらとは一緒にやれねえやってことで、ブラックムスリムの中で、内部批判をやって、それからですね、あと FBI からも狙われてて、常に彼を狙う謎の資格が、うろうろしてる状態になってたんですよ。でマルコム X は死をこう近づいてることを知ってたから、一刻も早く平等を達成しなきゃいけないんだってことで、まあ、めちゃくちゃ焦ってサムクックとかを押しまくるという映画になってるんですよ。あ、じゃあやっぱりその背景を知ってないと、そう、サスペンスが分からないんですよ、ね、それがちょっと分からないままだとね、そう、この後この人たちは実は殺されてしまうんだってことを知らないと、なんでこの人こんな焦ってんのっていう、ね、そうかそうか感じになっちゃうんですよ、うん、はい。でね、非常にこの映画感動的な、その、まあ、一つハッピーエンドで終わるんですけど、このハッピーエンドの後にも実は怖いことがあって、サムクックも殺されてしまうんです。はい、サムクックも、はい、でマルコム X も殺されてしまうんですよ、うん、だから映画ってすごく、前なんだろう、この世界の片隅にの話をした時に、はい、広島に原爆が落ちることを知らないと何のサスペンスもわからないよって話したんですけど、うん、そうですね、うん、やっぱり歴史的背景っていうのを知らないと、まあ、前、なんだろうな、マスパンなタイムインなハリウッドっていう映画の時も、シャロン・テイトって人はこの後殺されるってことを知らないと何の映画だかわからないって話をしたんですが、それがあるんですよね。はい。そうですね。で、マルコム X も殺されてしまって、その後、マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師も殺されてしまうんですよ。暗殺されて。そうね。はい。で、そこで繋がってくるのが3本目の映画なんですね。はい。あ、それで、さっきのマイアミはですね、サムクック役の人がアカデミー助演男優賞候補の本命です。はい。で、3本目の映画がジューダス・アン・ザ・ブラック・メサイアという映画なんですが、これ、はい、日本語タイトルがまだついてないんで、こんな、タイトルですが、これ、ジューダスっていうのは、キリストを売った男、ユダのことです。はい。で、ブラック・メサイアっていうのは黒い救世主という意味で、はい。これはですね、アカデミー賞の助演男優賞候補にこの、両方の2人の人が、このジューダス役の人とブラックメサイ役の人が両方に、ノミネートされてますけれども、これはそのマーチン・ルーサー・キング牧師が殺された後、黒人たちがもう怒り狂って、これは暴力で対抗するしかないんだと、白人たちには、ということでブラックパンサーという過激派組織がどんどん台頭していった時代を描いてます。1969年です、69年、はい、はい、でもうすでにその黒人過激派と、警察や FBI が銃撃戦を絶えずしているという状態になってます。うーん、だから繋がってるんですよ、この3本、ね、うん、さっきが64年ですもんね、うん、そうなんです。でさっきは無抵抗で 歌やスポーツで戦おうって言ってたのに、もうこの段階だと銃を持って撃ち合いをしてるんですよ。うーん、はい。で、この主人公はですね、フレッド・ハンプトンというブラックパンサーのシカゴ支部のですね、わずか21歳のリーダーなんです、はい。で、彼が天才的な演説の、能力を持っていて、それを FBI が恐れて彼をなんとか殺そうとするって話なんですよ。21歳で天才的な演説、はい。で、これすごいのはね、その、貧しい黒人たちが警察で、に、まあ、弾されて苦しんでたり、まあ、仕事がなかったりすると、そういった問題を解決しなきゃいけないんだと。で、彼はですね、すごく対立している、その、貧しい白人たちがいるんですね。その、ヒルビリって言われてる、その、まあ、南部から来た白人たちが労働者としてシカゴで働いてるんですが、彼らと、もう、手を結ぼうとするんですよ。で、あとヒスパニック、メキシコ系の人たちもとも手を盗んで、人種を超えた貧しい若者たちの抵抗組織を結成するんですね。で、それを虹色なんていうか同盟って言うんですけど、はい、レインボーコアリションって言うんですが、で、どんどん組織を拡大化していくんですよ。そうすると FBI はこれは危険だってことになるんですよ、こいつは。こいつの能力はすごすぎると。でどのくらいその、フレッド・ハンプトンがすごかったかっていうと、こんなのがセリフで出てくるんですけど、フレッド・ハンプトン、あいつはナメクジに塩だって売れるぜって言うんですよ。うわ、すごい。だってナメクジって言うから、塩は絶対ね、嫌なものなのにね。くらいすごい。そう。それで FBI はオニールというですね、チンピラを捕まえて、で、車泥棒だったんですけど、で、そのフレッド・ハンプトンの部下になれば、罪を消してあげるからスパイとしてブラックパンサーに潜入しろって言うんですよ、はあ、だから彼がユダなんですよ。はいはい、なるほど、うん、はい。でフレッド・ハンプトンの暗殺に、まあ、
近づいていくという話なんですね。わ、はい、で最初そのチンピラのオニールはただまあ、あの罪をね軽くしてもらってしかもお金ももらえるからっていうことでブラックパンサーに入るんですけども、うん、そのフレッド・ハンプトンの人柄にどんどん惚れていっちゃうんですよ。で彼の言ってるその黒人のために戦わなきゃということにも、非常にまあ、共感しまして、うん、で一生懸命ブラックパンサーの中で働くうちにですね、うん、ナンバー2になっちゃっていくんです。すごい出世してる、出世して、うん、あのブラックパンサーを警察から守るための、うん、保安隊の隊長になっちゃうんですよ、うん、本当は警察に襲撃させるためのスパイなのに、うん、で彼の葛藤を描いているのはこのジューダス・アンダー・ブラック・メサイアなんですね。面白そう。はい、というねこの3本はまあすごい映画で、それブラック・メサイアの方は作品賞候補にもなってます。はい、うん、でなぜこれが今作られたかというとやっぱり現在につながってくるんですよ。はい、今そのブラック・ライブス・マターの運動 で、ね、まあ、警官によるその黒人の殺害が問題になって、うん、去年はまあ一種暴動にまで発展しましたけども、うん、はい、それはこの頃からつながってくるんだっていう映画なんですね。でちょうどあの、ミネソタでですね、黒人男性に乗っかって窒息死させた警察官の裁判が今始まるんですよ。うん、あ、そうなんですね。うん、でアカデミー賞の頃に判決が出そうなんですよ。もうこれは運命が導いてるとしか思えないですね。はい、で今はねもう時間ないですけど、うん、今アジア系に対するね、うん、暴力事件がアメリカで頻発してんですよ。それはもう差別と殺人事件も入って起こりました。アトランタで、はい、何人も殺されて、まあ、コロナは、うん、まあ、中国ウイルスだとか、あの武漢ウイルスだとか、うん、トランプ大統領が言ったせいで、うん、コロナでこんなに苦しいのはアジア人のせいだって言って、まあ、中国人だろうと韓国人だろうと日本人だろうと片っ端から襲ってるんですよね、人々が、うん、大問題になってるんですが、それで今みんな戦ってて、うん、で黒人の人たちも共闘するって形になってるんですよ、ブラックライブスマターの人たちも。はい、だから本当に今ねものすごくタイムリーなのはこの3本なんで、うん、ぜひご覧になっていただきたいんですが、うん、ブラックジューダス&ブラックメサイアは日本公開ねがまだ未定です。未定なんですね。はい、ま、レイニーのブラックボトムはネットフリックスで配信中、あの夜マイアミではアマゾンプライムビデオで見られますと、はい、最後の見たいです ね、 ね、あ、続きで見たい、ぜひ公開してほしいです。はい、わかりました。町山さんありがとうございました。どうもでした。 TBS ラジオ玉結び玉結び